Hello, こんにちは。葉山の簡単カタカナ英会話です。えー、前回 AFN、アメリカンフォース o r c e s n の聞き方をやりました。えー、今回は、えー、その中の内容について、えー、皆さんがあ分かりやすいかなと思うようなことをお話ししたいと思います。えー、AFN うはえー、音楽がすごく多いんですね。えー、でもアメリカのレイティスト、本当最新の音楽を満載してあの放送しています。で DJMC は東京の場合は横田基地フッサーの方ですねフッサーって言ってますけどフッサーの方で兵士ソルジャーが DJMC として番組を進行しています。であのまあソルジャーなのでランキングっていうのがあるんですねその,あの兵隊の,そのランクですよねどういう階級にいるか。 そういういのも言ったりします、ね、で、えー、まあえー、まず最初に、えー、時間時間はよく言いますね30分に1回くらい入りますけどもタイムアットトーンピピピピみたいなタイムアットトーンって言って時間を言います、えー、日本の学校では、うん、10時20分20 minutes past 10 というふうに正式な言い方をしますが、えー、もうだいたい、うん、ブロードキャストでは10時20分は10-20、10-20というふうに言います。10時10分なら10-10と10いうふうになりますよね。えー、これに乗じて、えー、同じように、例えば同じくないか、えー。西暦2020年は20-20って言います。 西暦2019年なら2019。えー、西暦二2021年、来年ならば2021というふうに言います。えー、こういうふうにすると、まあ、一番わかりやすいですよね。学校で習う英語とはちょっと違う、うん、まあ、あの、うん、感じがしますけれども、うん、わかりやすいですよね。 でこのようにタイムアとトトーンというのを言いますあとは、uh, uh, Today's、uh, N-Rate to、e e、N というのはイエンレイト N は YEN なんですね EN じゃなくて YEN だからイエンという発音で聞こえます Today's、uh, Yen Rate is 104とか 100, 105とかそんな感じですよね これを必ず言います。あとは天気予報、ウェザーキャストですね。日本だと、まあ、30度近くとかなんですけれども、アメリカだと80度とか80とかっていうふうになってびっくりします。この換算方法、ちょっと難しいですよね。皆さん、もし時間があったらお調べください。あと、うーんえと、ー、 こ,のこういうようなあの基地のことをベースと言いますところジョージさんが世田谷ベースなんて言ってますよねベースは BASE ですんで基地のある沖縄もそうですし横田もそうですし他の基地のある町でもみんなベースベースと呼んでいると思います、えー、この基地は稚外保険 日本の法律が通じないんですね。ね。本当アメリカの小さな町、タウンがそのままどっこいしょって移動してきた感じで、中にはすべてのファシリティがあります。郵便局、ポストオフィスがあったり、あの、ホスピタル、病院があったり、本当あらゆるそういう,う施設があります。ムービー・シアトル。 あとはスクールとかジム,ナスティジムですねもう本当にありとあらゆるものがそれています。で基地の中は独特な言い回しをします。基地の中のスーパーマーケットはスーパーマーケットとは言いません。カミソリーというふうに言います。で基地には開放日というのがあるんですね。でその日は自由に日本人の,あの人も中に入れます。 でドルでも円でもお買い物ができる、えー、よくハンバーガーとかドリンクとかピッツァとかいろんなまあそのいろんないろんなものでもないですけどそういうものをが買えたり食べれたりあとはアメリカの雰囲気がそのまま味わえますねでも日本人の方が入れるエリアっていうのはすごく限られていますで以前ですけども 横須賀基地の中、横須賀というと、これはあの海軍基地なんですね。ネビーですね。なので、えー、と船ですねあの、空母とか、空母に、えー、中に入,入れたりするんですね。 もう8階建てぐらいのビルの大きな大きなもうななんでしょう船というよりはなななんなんそういうものの中に入れ入れたりしました。1階か2階私行ったことがありますけれども、うん、本当あの何でしょう階段は本当に狭くて宮殿な勾配で、うん、本当あの上りに下りにあの すごくこんな狭いところへ行ったり来たりするんだなと思いました甲板はものすごい広いですねあのランニングしたりいるそれそうですよね戦闘機が立着陸するんですものねでそういうふうなあの感じでマニアの方なんか特にあと子どもたちも喜んで、えー、そういうのに開放日に、えー、基地の中で楽しんだりしてるですねフレンドシップデーとかっていうんですよね。で うんあのー、まあ横須賀の場合は毎月やってたような気がします。本当にそうするとものすごいあのゲートっていう、まあ、入り口ですねゲートがいくつかあってそこに長蛇の列の日本人の人がずっとラインあラインって行列ですねを作って待っていたり私が一番びっくりしたのは観光バスで静岡からあの 来ているうそういう何台かの観光バスでそのフレンドシップデーみたいな日に開放日にあのどあのワンサカ日本人の方がやってきたというのは本当なんかねなんかそういうのもありますあの舞台を作って日本人の方の踊りとか歌とかお琴とか三味線みたいなのを披露するのもありますね。 そのために来てたのかなとも思ったりしますけどとにかくものすごい人日本人の方がいらっしゃる中に入ります。であの基地の中のことはオンベースと言います中ですね違い保険のところはオンベース中っていうと日本人はインベースと言い,言いがちですけどもオンベースと言いますベース基地の外はオフベースオフですね OFF といいう,うに言います英語を学ぶにはそのバックグラウンドの文化も学んだ方が分かりやすいしとっつきやすいし興味も湧くと思うのでえ皆さんにお伝えしたいと思います。で私はびっくりしたのは以前あのお友達になった家族がいらして基地の中にそれでムービー・ <Movie S 1> ティアター 映画館に連れて行ってもらったことがあるんですねで、私びっくりしたのは映画が始まる前に国歌が流れます国歌が流れてる間起立しなきゃいけないんですよねで、起立して終わるまで、えー、じっとしてで終わったら着席して映画が始まるという,うーんやっぱり普通のアメリカの街とは違うんだなというのを感じました あと、基地の中で、朝8時かなと4時半か、そのくらいに、あのー、国旗が、アメリカの国旗が、を上げたり下げたりするんですね。その時も、えー、なんか音楽かなんかしし、あのーおが、音が流れて、その間、歩いてる人も全部止まっちゃう。これもびっくりしましたね。 えー、なんかだから基地の中が特別なんだなというふうに感じました。えー、あと中に、えー、暮らしてる人は大体任期、うん、が3年とかでも早い人はもうほんとクイックで3ヶ月ぐらいでアメリカに戻ったり他の国に行ったりいろいろしてるみたいですけどあの一歩も えー、基地の外に出ないアメリカ人の方もいらっしゃるという話でびっくりしましたそのくらい中ですべてがマネージあのできるのであのベースの外日本の街に出かけなくてもいいまあ、そういうのが嫌いな方もいらっしゃるみたいですねなので なんか特別な空間なんですけれどももし皆さんも機会がありましたら、まあ、そういう三沢もありますよね青森の方にそういう基地の近くの方がいらしたらあのそういうフレンドシップ代とか開放日っていうのはやってるはずなのでちょっとああの立ち寄ったりしたら面白いと思いますだから、えー、基地は日本のアメリカって ってていいう,うに呼んで,いてで日本人の従業員の方も多いんですねだから毎日私はアメリカに行ってるのよってお勤めしてる人なんか言ったりしています。あと,、えー、と兵士だけが住んでるわけじゃなくて基地の中はその家族もちろん奥さん子供もそうですし普通のソルジャーじゃないシビリアンっていうか普通の,あのまあ そういう技術を持った方々もあの一般市民ののアメリカ人の方も働いてらっしゃるんですねで今回また話すと長くなるんですけどもいろんな情報を耳に入れてるので福生横田基地っていうのはすごい大きいですし飛行機がバンバン飛んでますがあの、まあ、神奈川エリアだとすると横須賀厚木とかいろいろありますが。あの アメリカにただだったかな10ドルだったかなであの横田基地であのもしその飛行機に空きがあればあのアメリカに、えー、10ドルぐらいで行けちゃう今値段違うかもしれませんけどびっくりしましたねそれ聞いた時にねまあそんないろんなあの何でしょう決め事というかい,もいろんなことが あるわけですま、ね、すそういうのをうう聞くと「はハはハはっは,は」って聞いてます。あとキャンペーンねなんかもいろいろ今はあのコロナウイルスにの関係で手洗いましょうとかそういうことをやっていますけれどもえアメリカを英語を知るには まあ英語はイギリスオース,トオーストラリアニュージーランド他の国々でも話してますけれどもあのア,メリカ、うん、アメリカに限らせて、えー、今話していますけれどもアメリカ英語と日本あのイギリス英語って違うんですよね。あの私、えー、ロンドンに行った時通じませんでしたね聞き取れなかった経験があります。えー スコットランドとか他の、その、ロンドン以外のところから来た人と何言ってるかわからない英語に伏せしました。でもアメリカでもサウスの方に行くとまたこれ、あの、すごい鉛があってわかりにくいですね。英語って一括りにしてもいろんな英語があるので、あの、ニューヨーカーはまた、ニューヨークでまた独特な話し方をしますね。だから、 一言で英語って言っても私たちが考える映画,映画の中の英語話してる英語とか音楽の中の音楽の中の英語っていうのはどの辺を基準にしてって言ったらやっぱり西海岸かなロサンゼルスかなんかの言葉なんですかねまああとはニュースキャスターが話す英語まあ日本で言う N H K いう NHK のや民放の あのニュースキャスターの方が話す言葉をが標準英語なんでしょうかそんな形で、えー、大変興味深いことがたくさんあります、えー。それも皆さんにお伝えしたいと思います。えーと 耳鳴らしなんですね耳鳴らしで最初はこのタイムアウトトーン時,刻、えー、時報や時間円のレートあとは、えー、とお天気このくらいからあの聞き取れるようにしたらあのいいかと思います、えー、参考になさってください。えー、Good job! いいねそれとサブスクライブ登録本当よろしくお願いします。 今日はこの辺で、またあのいろんなあのネタでお話ししたいと思います。それでは、see you、bye。